はい、やっほー。ごきげんようでございます。ちょっと、眠いかも。<laughs> 寝落ちの未来。ワンチャンありえますね、これ。 眠かも。全然眠いかもしれない。<laughs> なんかお腹いっぱいんで、お腹いっぱいになると眠たくない <laughs> ねえ、なにこれ、シュークリーム。ねえ、なにこれ。<笑><笑>きも<ー>い。<laughs> カビついてない、しかもシュークリーム。なんなのこのシュークリーム。 何これもう一回投げて誰かシュークリーム持ってる人もう一回投げて <laughs> も,うもう持ってないのかな誰もねえキモい <laughs> 顔ついててキモいんだけど <laughs> おもろ ありがとうございます投げさしといてさキモーイっていうのやばいよね <laughs> あこれマリトッツォなんだなるほどねマリこのマリトッツォカビてね 気のせいなんか緑色のカビついてない飾りなのかな <laughs> なんかショールームのさアイテムにさ物申すの好きなんだよね私肝皮肝皮の星ですねあ,あ星かカビじゃないんだこれ <laughs> ひもあケーキもあるんだいいねケーキはかわいい <laughs> ケーキはかわいいけどマリトッツ気持ち悪いあそのなんかね体に悪そうなやつは何この青いやつクッキーモンスターみたいな青いやつは何これはカップケーキ あモンブランも美味しそうかわいいモンブラン食べたいな着色料えぐそうね <laughs> ちょっとたまには戯れてみようこのないせっかく投げてくれてるから <laughs> 戯れてみるこの3つならどれがりかさんえー、ケーキかな えどの3つだショートケーキかも普通に。 すいませんすいませんなんか治安が悪くて <laughs> ショートケーキかわいいこのケーキみたいなやつモンブランもかわいい結構マリトットみたいなやつだけちょっと顔ついてて気持ち悪い <laughs> マリトットと着色料がえぐそうな 青いこれ何カップケーキ何なんだろう分かんないけどそれが嫌だ嫌 <laughs> ではないけど別にうれしいよ投げてくれたら嬉しいけど <laughs> おもろい <laughs> な何なんだろうっていうお,おもろさあるカビにしか見えないんだも星が。 もう持ってる人いないかなマリトッツォ。マリトッツォ持ってる人投げてみて今じゃ。みんなに見せたい。<laughs> マリトッツォ持ってないかみんな。<laughs> そのカップケーキはね、着色料がエグうだし、上になんか、なんか、 怖い目玉みたいのが乗ってるあそれそれその茶,茶色いマリトッツォ何を笑っとんねんっていう笑うなえこれでもさえどこが目なのマロマユってこと笑って目ってことで合ってるよね上のがさ目だったらさ ほぼ骨、ね、張りすぎじゃないっていうなんか食ってるまろまマあっろまマってことだよねおもろえそうと思って見てみ眉毛が目だと思ってみおもろいからなんかなんか食ってる 口の中に何か頬張ってる人みたいになってるアニメーションウィンクしとったえこいつこマリトッツが調子乗ってるね <laughs> 何をヘラヘラ笑おうとんねんておもろいけど 昨日は頑張ってカラオケ配信やったので今日はちょっとあのゆったりめにゆったりめにそうラジオで。 やらさせていただきますはい昨日頑張ったからね今日は許しておくれシュークリームどっちやねさっきシュークリームって言ったらマリトッツって言われてマリトッツって言ったらシュークリームっていうなんなん どっちでもええわもう別に <laughs> 画面越しでも独占してカラオケを聴けるなんて最高だった <laughs> そんなに好きなのカラオケ配信 <laughs> おもろいだろ <laughs> カラオケ配信またやるねじゃあいつか そんなにみんなが好きでいてくれると思ってなかったからなんか適当にやっちゃったけどでもねやっぱ1時間が限界だな昨日やってみてさ思ったんだけどさやっぱね終わった後でねやっぱお腹が張るんですよねお腹張るとよくない休んでねっていうサインなんですけど岩みたいに お腹がカチコチになってたのでだから1時間がやっぱ限界かなやっぱさ知らぬうちに腹筋とかも使うんだよね多分カラオケもだから一曲歌うたびにハーハーしてたし息切れもすごいしそうだからそういう感じでああキラキラ このキラキラのギフトかわいいこれなんかあれなんだよねなんか人によって出るやつ出ないやつみたいなやつなんでしょうこれこのキラキラの星違うっけ <laughs> ねそうだよねこのキラキラかわいい金色もあるんだっけ金色はまだ慣れないのか なんかランキングの上位の人がな投げれますみたいなことだよね。お腹張ったり足むくんだら横になって休んでねそうお腹めっちゃ張ってって昨日 <laughs> 配信終わった後とか <laughs> そうだからすぐね休んだけど休んだので大丈夫だったんですけど金色は。 週刊ランキングね。ええー、そうなんだ。このイベントだと金色グリッター使えないね。あ、え、これグリッターっていうのかわいい。なんかメイク道具みたい。<laughs> そういうのもあるんだ。私、ショールームのこと何も知らないな <laughs>。あとなんかメンテナンスあるんだよね。今月。夜中にあるんだっけ だから夜中に配信するの気をつけてねってフォッカーさんか誰かがチャットで言ってくれてた気がする誰だっけフォッカーさんだよねあ二29かじゃあまだ大丈夫だねえまだ大丈夫だよね夜中だから大丈夫でもねたまにやってるから夜中 アイドルで誰一人やってないよ私だけあの高校と輝くあの中入りか配信中という画面が <laughs> アイドル枠に夜中にねたまにねあの下ネタフルスロットルの <laughs> あ一1時5時ねオッケーじゃその時間避ければいいのか、ね、それ直近だったらもう一回言ってくんない忘れてるだろうからそういう日に限ってさ ちょっと夜中やりたいとかなるかもしんないじゃん <laughs> 直近になったらもう一回言って忘れてるだろうからごめんねありがとうメンテナンスになったらつながらないから大丈夫か やりつメンテナンスになる前からショールームをやってやり続けたらどうなるのかみたいなそういうなんか配信が止められなくなったらどうしようみたいな <laughs> そういう懸念点があるよねまあでも多分まあ誰かしらもこれで教えてくれるとうので多分大丈夫です。<laughs> 眠いマジで眠い大学生生きり大学生みたいなこと言うとマジで寝てない <laughs> 寝たいんだよ私はとってもっていうか寝る時間もすごいあるのにんか横になって目バキバキみたいなホラー映像みたいな。 警告みたいなのが少し前から来て強制で遮断だったと思うあへ初めて知ったでもさそのなんかシ,システムメンテナンスの向こう側見てみたい気持ちいいちょっとだけあるそうご飯いっぱい食べたら眠たくなっちゃった <laughs> どっちがバブかわからない試すあちょっとでもそんな,なんか <laughs> そんな,なんか綱渡りみたいなこと私はできるのだろうか眠い時は寝ましょういやほに眠くなったら一回切るわ <laughs> 今日は別にもう何もないから予定も何もだからあの本きる眠たくなったらちょっと一回切る一回切ってあのもう一回 やるけどまだ大丈夫まだいける <laughs> 私はまだやれますなんかえみんなさデニコア見てるデニスの怖い YouTube みたいななニスのやつ見てますなんかそれがね私の好きなあのデニスがもともと私好きなんだけど結構その私の好きなあの見てる七不思議さんっていうそれも神殿に特化した YouTube をやられてる方々なんですけど。 そういういですよ。で、あ嬉しいと思って昨日プレミア配信があって見てたんだけどやばい怖かったカメラが勝手に倒れてたでもさやらせなのかな なんか「やらせだろ」みたいなさなんかリアルタイムコメントみたいなの見てたらさ流れてきてさなんかさ多分これやらせだなっていうのは私昔だったらなんか見抜けたんだけどもう分かんなくなってきちゃった <laughs> どうなのかなってでもなんか勝手にカメラが倒れたりなんか影が映ったり。 ちゃんと心霊現象起きてて怖かった。え、てかキングオブコント見たまさかのラブレターズだった。<laughs> 私はロコディをしてたんだけどな。てかさ、コットンおもろかったのにさ、一回戦で落ちちゃった。なんで えコットンおもろかったよえ見たキングオブコントあ見てない人ネタバレごめんねめっちゃネタバレするこっからキングオブコントの <laughs> キングオブコントも毎年見てるぐらい大好きなあのー、番組で毎年見てるんだけどえ キングオブコント見てる人少ないもしかして <laughs> 誰も見てないキングオブコント見た人いないえってかさシティホテル3号室さんさこの間の月わらのネタだったで結構いいとこまで残ってたのにやっぱ最後の最後でね 抜かれちゃってこの間の月村のさあのあれのネタやってたよ。ああのネット通販みたいなテレビショッピングみたいな <laughs> やつやってておもろかったしあのしが「めっちゃ面白かったです」って言って高得点入れてた。 そう小峠さんも確か点数的には高かった気がするえー、コットンおもろかった私腹抱えてもらったんだけどなコットンだろこれってなってたんだけどまさか同じネタとは思わなかったねそのネタやるとは思わなかった 本当に最終調整だったんだなっていうあのネタ最善で見れてた人すごくないマシ <laughs> 最善だったよね <laughs> ケツ<ワ> <laughs> いや私も袖で見てたのとやっぱテレビで見るのとやっぱさカット割りとかもあるよねなんか多分多分だけどカット割り そカメラで映ってるところだって「ロコ・ディ」なんてさ最後のネタ最終決戦のネタさもうあのなんていうのパネルっていうかさモニター見てないと分からんや <laughs> っていうネタをしててああそうかーってあれもろかったけどでも一点差だったのラブレターずっと悔しすぎる。 <laughs> ごめんねキングオブコントオタクになってて <laughs> 毎年見てるから<笑>お笑い好きなんですよ意外と2回目そんなふうに見えないだろうけどお笑い結構好きなんですよラジオもよく聞いてるし <laughs> えー、見てない人見てほしいなキングオブコント めっっちゃおもろかった私の一押しはコットンとロコディもおもろかった2本目のネタもラブレターズもおもろかったけど1本目のネタの方が好きどんぐりばらまくやつ <laughs> あれ超おもろかったからなラブレターズの1本目のネタを見てほしい あと,ね、うわあと何がもろかったかなあカカオももろかった <laughs> 私はすごい好きなネタだった <laughs> ってか野球ネタ多いなと思ってすごい。 そう野球のネタ結構多かったでだろうね大谷さんブームだからかなてか大谷さんも勝ったよね私見てたよなんだっけメジャーリーグベースボール何シーズンって言うんだっけ見てたの大谷さん勝った 暑かった日本人3人も戦っててっていうかさあれじゃん WBC の時仲間だった3人じゃんと思ってすげえと思って暑かったよねあれっていうかなんかダルビッシュが全部抑えたの大谷さんの打席を。 なんかすごい先輩を感じた <laughs> そう2回ねホームラン打たれちゃったんだけどでも大谷さんは完全に封じられてたしてかね結構長く投げてたね7回裏ぐらいまで投げてたダルビッシュがだからうわーすげえと思っていやそう意地出してたさすがだった すごいでしょ私ちゃんと自信ネタ <laughs> 私結構世の中についていけてるくない <laughs> 誰の時はかなっねえマジですごかったでもあれだよあのあれ誰だっけ山本さんだっけ 山本さん山本さんだよね5回まで投げてた山本さんだよね山本さんもすごかったよだって1失点もしてないしかもあれだよ1打席目の人 1, 1回も塁に出てないからね すごくないファーストバッターがイに出ないっていうもう日本人がそうやって活躍してるだけで嬉しすぎて <laughs> 私ちゃんと見てるでしょ <laughs> そうちゃんと見てた <laughs> そう、盗塁がねあ大谷さんはね一回なんかフォアボールかなんかで塁に入れてでいやフォアボールだっけなんだったっけ何かで、ね、盗塁成功してたよね一回また走ってると思って <laughs> 交代する時監督ちょっと気がたね でもその後のピッチャーはすごかったよ日本人じゃなかったけどちゃんと見てるね俺よりちゃんと見て <laughs> 私ちゃんと見たよ <laughs> だって地上波でやってたんだもんすげえと思って日本人3人も出てる あれよかったマジでそう明日も日本人対決ですよ明日は何だっけ明日はメッツだっけえもう優勝決定戦 やばくない <laughs> でも何回かあるよね <laughs> 5回勝負ぐらいあるよねわあ楽しみだね <laughs> おじさん <laughs> もうさテレビ見るぐらいしかないからできること <laughs> あ決着つかなかったらってこと7試合ってこと そう、でもなんか天気悪いらしくてやる開始時間遅れるかもみたいなあれあったねアナウンスあったねおじさんかがする <laughs> マジおじさんなんだよねだっておじさんよりおじさんよりおじさんみたいなことしてるもん私でもほんとなんか野球とかあんまり見なかったけど 東京ドームで何回か見てでもおもろいと思って <laughs> スポーツ全然見ないの。けどス,スポーツ見るようになったらなんか嬉しくなってきて日本人が活躍してるのが <laughs>。だって世界のさメジャーリーグだよメジャーリーグでさ日本人がさ主要メンバーでさ 投げて打ってするってすごくないと私は思ってしまった <laughs> いやスポーツいいよねスポーツの秋だから <laughs> 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 でも私はまあそのあえみんなじゃあ MLB の方が見てたんだあれの方が見てないかと思った あのキン,キング・オブ・コントのほうが見てるかと思ったらキング・オブ・コント見てなかったんだ <laughs> ちゃんと見て私 <laughs> でもなんかリアルタイムで見てなくてあのあれした追っかけ再生 <laughs> 録画してるちゃんと。 ああ日本の社長もおもろかったんだそういえばそうだそうだ私はコットン押しだったのよでも点数低かったなんでって思ったぐらい点数低かっためっちゃ 優勝には文句ないけどもうちょい上じゃないとはなったいやー <laughs> うんねわ <laughs> かるよ言いたいことラブレターズも私1本目のネタの方が好きだったのだから2本目のネタちょっとしかも2本連続でやったじゃん多分その順番的にでそれがちょっと 1> は一本目の方がおもろかったなって思っちゃったんだよね。私結構。あの毎年キングオブコント見てるけど。やっぱなんか。あの新人に厳しいよね。震災の人とか。今何年も何年も挑戦して。 出たり出れなかったりしてるなんかやっぱちょっと苦節を味わってる人たちの方が点数高く出てる気がしたカカオとかもおもろかったけどなあシンプルで1回目最後で3位だったかそうそうそう。 あのネタがおろかった、どんぐり… <laughs> どんぐりいっぱい出てきたやつゼロさん好きすぎてサトシさんの好み分かったいやーサトシねーサトシなんか、私すごい、なんか全然審査員と違うこと言うけど <laughs> 審査員の人たちの方が絶対お笑い分かってるしプロだからあれだけど私はコットンのネタが好きだった <laughs> すごい好きだっただからすごい低くてええみんな低いと思ってすごい悲しくなった日本の社長もすごい好きだったあのバッとバキバキ折りやいでしょ お前が小さいね、お前は。<laughs> っていうやつ。<laughs> 最高だったよね、あれ。<laughs> なんで <laughs> って言われる。<laughs> でも野球めっちゃうまいんだよね。<laughs> キャーンって言ってたの、何回打っても。<laughs> もう打ってみいつって、バーンって打ったら、キャーン <laughs> 嘘でしょ。<laughs> 野球う<馬>ま。<laughs> <laughs> うんもろかったなあれもいやでもリカはロコディの2本目も好きだったよなんかちょっと陣内さん見合ったよね <laughs> なんかそうモニターとやり取りするみたいな台の上に置、OK、け <laughs> めっちゃもろかったあれ <laughs> 偶然にもね「動け」がね動いちゃう <laughs> ダメだみたいな <laughs> 反対の意味になるんだよね言葉の壁って大変だなって <laughs> もうちょっとで死の呪い解けそうだったのに。 モニターと暗転つなぎで私あっちだなとはなかったいや暗転つなぎだそうなんだよね暗転 <laughs> つなぎが嫌いな人多いよね私全然気にならないんだけどなうん バッとおるやつおもろかったなでも理解4んだっけ4本太鼓みたいななんだっけ,だっけあれは好きだったよ <laughs> 4回しか太鼓打っちゃダメなやつ <laughs> あ,あもう3回打ってもうたやないかって。<laughs> あれも好きだった <laughs> いや良かったけどねラブレッドス1点差だったねロコ・ディとね。 4回しか叩けないのにってめっちゃなったテレビにちゃんと突っ込んだいやそうなんだよねもう誰もさ見てないからマジと C さんしか喋れないじゃん <laughs> なんでキングオブコント見ないのねえ <laughs> 私大好きなんだけどキングオブコント私だけ恒例行事だよ 大みそかに「紅白」見るぐらいの恒例行事なのに毎年「キングオブコント」と「SASUKE」と「m 1は絶対見るのだから覚えといてこれ見ればよかった いやおもろかったんだよ本当に見てほしいもう今見てたら超盛り上がれるのにねコントは東のものというこだわりがありますから私は偏見 <laughs> いやーでもなんかそれぞれなんて言うんだろう審査員の好き嫌いもすごい分かりやすかったしなんかそれぞれの芸風とやっぱり 合ってるものをだからなんかサトシだったらストーリー性があったり裏切りがあったりだからシティホテルさんすごいさ褒められてたのもそういうことだと思うんだけどでもシティホテルさんは同じ「月わらと同じネタしてたからめっちゃ褒めてたよサトシが「すごい好きです」って言ってたよ。 あれ生で見れたのみんなラッキーだね本当にキングオブコントのネタやってくれてたんだマジの最終調整月原でしてるやん <laughs> 私がシティホールって間違えちゃったけどでももう二度と忘れないシティホテル3号室さん I must snowflake be snow ん何スノーフレイクって ?because i m falling f a l l i n g for you なんだか分かんないけど Thank you! バナナマンラーメンズおぎやはぎで育ったのでええー、じゃあ青春高校大好きじゃん <laughs> その2組どっちも出てるよ ラーメンズさんは出てないけいやーでもおもろかったーマジでめっちゃ笑った私コットンのネタ大好きだったんだきょんさんがさ最後さあの彼氏をさフって取りに行く <laughs> ところがさもう感情が出てきちゃう上手な子供だなーって見てたのに <laughs> おもろかったマジでコットンの歌大好きだった私マジ好みだったけど私はすごい好きもう一番笑った<笑>どうなっちゃうのってキスえろーってめっちゃ笑った<笑>変な人だよあんなに劇がうまい あんなに人形劇が上手い子供も、あんなに突っ込んでくるおじさんも変な人だよ。<laughs> すごいなんか俯瞰して見ちゃった。おでこかれるうちゃん。<laughs> そう。キスエローがおもろかった。ライオンうざかったな。<laughs> <laughs> あれ最高だったマジでいやでもな「ラブレターズ」の2本目のネタが私ちょっとあれがあの無知で申し訳ないんだけどどこのファンって言ってたのど何をなどうする団体のファンなの <laughs> なん ジュビロって何それが知らなかった,ったし <laughs> すごい分かんなくて分かんなかったからなんか一本目の方がおもろいって思っちゃったのかもしれないあの世界観が分かってたらおもろかったのかもしれないけどいやなんかシンプルにネタの意味が分からなくてあ,ああ分かんないってなっちゃった <laughs> いややってることはあサッカーなんだ いや分かんないよ <laughs> サッカーで名門だったんだけど J2 に落ちていろいろあそうなんだそれ言ってよーそれ今知ってみたらめっちゃおもろいだろうな <laughs> いやもうでも海でバリカンしてるあたりもおもろかったけど <laughs> まず「日本語上手ですね」が先だろって言う <laughs> <laughs> すごい笑,笑ってるわちゃんと大丈夫だった <laughs> 全然ちゃんと笑ってた、うん、あそうなんだ私ジュビロが分かんなくて分かんないなってなっちゃっただから私はでももともとロコディ推しだったの。 1>, 1本目も2本目もロコディ推しだったけどあー負けちゃったかと思って発目からさあの鼻のさボケでさあんなにできるのすごくないでちゃんと振り幅もあって2本目とのそのなんていうのその同じ系統じゃない全然違う系統でさ 肉団子サラリーマンはいこちら花言葉が早帰る肉団子サラリーマンですみたいな言っててねえじゃあええやっぱ最後で笑った最後最後そうなるんだとまだマイナスですよとか <laughs> 助けるのに 面白かったあのネタも好きだったよいや私カカオが好きだったんだよ意外とでも若手に厳しいからなーと思って見てたらやっぱり厳しかった <laughs> もっともまれて濃い感があった <laughs> 取り返しつかないことってあるんだなって胸に響いた。 確かにそうだよねあまりにも印象が悪すぎるとああなるんだな <laughs> もう何でみんな見てないの <laughs> 私キングオブコントの話だけで1時間できるけど全然マジでおもろかったんだから。 逆に何してたのキングオブコント見ずに <laughs> え,え何してたのこっちはリアルタイムと私リアルタイムはえもしかしてみんな私の配信見てた配信とかぶってたかもしかして。 いやでもねあれで私追っかけ再生で見たからすぐ追いついたよ <laughs> おもろかったもう一回見たい <laughs> 記憶消してもう一回見たいかぶってはいないかな えじゃあ何してたのみんな <laughs> えみんな何してたのリガちゃんすいませんファイズ今日いないもしファイズが来たら7人バドミントンの知るか <laughs> 伝言版にすな <laughs> 電話したけど出なかったからどなどんな業務連絡やねん 時ねオッケーえ多分2時間ぐらいインドネシア遅れてて今日本が8時15分だからこれからなんじゃないもうすぐなんじゃない7時って19時のことでしょ多分みんな飲んで寝込んでましたそういうこと 伝言版昭和の日本みたいな <laughs> 確かに配信見てましたよ手に持ってないから今 TVer で見てごめん全部ネタバレした私が今 <laughs> 私がキングオブコントのネタバレ全部した今マジでおもろかった最高だった本当にこのおもろさを分かち合いたかった誰かと 一人で爆笑してたのキングオブコントっておもろいよねいやなんか私が好きなネタはでもことごとく なんかすごい低い点数つけられてた <laughs> 悲しかったファイヤーサンダー押しあ、おもろかったねファイヤーサンダーも好きなネタだったな 1> 1本目すごかった感心しながら笑えるいやわかるよとてもみんないやあのね見てない人の方が多すぎて <laughs> どうしようどうしようって感じ私はこの話をしたかったのに全員見てないから <laughs>。 二 <laughs> 人くらいしか見てないからえってなってる今「ファイヤーサンダーの一本目のネタなんだっけ二本目が あれだよね、暗転すごいしちゃってみたいなやつだったよね1本目のネタってどんなんだっけあれか全部当てるやつだ犯人の <laughs> 犯人の全部当てるやつだ <laughs> 待って ゴミが正解<笑>笑いせいしまううお笑あ、そうだ、ね、結局悪の組織みたいな <laughs>。それだ。うちポケットに拳銃しまってるやろみたいなやつで。<laughs> ははは、立っちゃったー <laughs> みたいなやつだね。あれもおもろかったなぁ。最高だ。 キングオブコントって最高なんだよ m ワ1より私はキングオブコントが好きかもしれない <laughs> 強盗4回して栃木だから群, <laughs> 群馬に隠れてんだらそうなんですかとか言って電話 <laughs> かけ始める <laughs> あれ2本目だったらよかったのにでもやっぱりそっか1本目でどっちにしろあれしないと2本目まで残れないか私2本目のネタも好きだったけどな全然気にならなかったでもテンつなぎ気になってる人結構いたよねあのキングオブコントでエゴさせたら結構出てきた あとなんかやっぱりなんか「まっちゃんいるいない論争」みたいなのがすごくて <laughs>「まっちゃんがいたらこうなってただろう」みたいな,なんかそういうあれもあったりとかしてすごいなんか混沌としてたけど私はなんかシンプルにどの芸人さんのネタもおもろく見れて <laughs> 最高だった <laughs>。 2 <laughs> 本目見たかったなってなったのが見れなかったのちょっと寂しかったけどいやそうだよねでもシンプルにあのセリフ量を覚えてるのがすごいもん2本もしかも全く違うネタで。 動きとかほぼだって演劇と一緒じゃん <laughs> いやすごいおもろかったいや漫才はおもろいんだけど漫才よりやっぱコントの方がワクワクするんだよねストーリーがあるからそうだねサトシがね言ってたもんね そうだね、去年もなんかそんな感じのあったんだよね確か言ってたな夏いみんな見たくなった少しは <laughs> 見てねちゃんと。 漫才の斜みで人間で勝負してるかっこよさもありますけどね。演技せずね。いやわかるよ。その漫才の良さもすごくわかるんだけど私はなんか私の好きなのはやっぱなんかなんだろう小道具とかいろんなものを使って世界観に浸れるコントの方が好き。漫才もね。 楽しいし、い見るけど「M‐1」も絶対見るけど「キングオブコント」の方がどっかワクワクしてる自分がいる <laughs> まずは東京ゼロ三の救世ってそんなの知ってるよ <laughs> 私も好きだよそのネタ。 東京ゼロさん私さん一時期めっちゃハマってさあのほぼネタ見てた時期あったから見あさってた時期が。私はね あでもこれ言ったらあなるほどってなんだっけど私ノンスタが好きなのよもう <laughs> 中学校の時からノンスタが大好きで <laughs> セリフ全部言えるぐらいまで見てたからねノンスタもコントはやっぱ03が最強だよね 漫才はずっとノンスタ霜降りも好きだけどずっと好きだったのは「ノンスタ」だな「シソンヌね」ねバナナマンさんはラジオずっと聞いてて。 最近聞けてないけどバナマンの留守電ってネタ浮いてくそれは見たことない、見るね <laughs> わみんなお笑い芸人さんあんまりあれなのかな興味ないのかな <laughs> 私はすごい好きだよなんかどうしようもない時お笑い見るなんか無に虚無で お笑い見て感情を蘇らせる <laughs> よしまだ笑えるって <laughs> なんか感情死ぬ時あるんだよねなんかもう何しても楽しくもないしなんか嬉しいっていう感情もなんか悲しいっていう感情も麻痺ってわかんなくなっちゃう時があったの そのなんかほんと全部無感情みたいなめっちゃ病んでる時とかもうそれで感情を復活させたい時にやっぱお笑い見る <laughs> 虚無で一回お笑いに浸る。 絵がプラスチックになるとき絵なんかたまにすごい過剰摂取したくなるときが来るんだよ、ね、笑いをいっぱい見たいなっていうときが <laughs> そう <coughs> なんか M1 とか見てはお笑いいっぱい見る見ようってなったか年末の年始とか結構お笑いブームが私の中で一回来て 春頃に収まる <laughs> そして夏はホラーにやっぱりどっぷり使ってみたいな <laughs> 四季折々そうだからこの「キングオブコント」から「無−の時期にかけてすごいお笑い熱が上がるんだよね。 シンプルにさなんか笑う通り越して泣けてくる時があってなんかこんなに人を笑顔にできるなんてすごい喋っ, <laughs> ってるだけなんだよマイク一本で漫才なんて <laughs> コントだってさ人を笑わせようとしてさ物語を作ってるっていうのがすごいなって思っちゃう。 だかか、らなんかありがとうの気持ち <laughs> 最近いいなと思った笑いコンビはこの前解散あれ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  <laughs> もしかして, <laughs> も,しかして <laughs> もしかして点々 <laughs> ももしかしてあの 月わらの点々 <laughs> ウギヤハギさんの小道具持ちたくないからコントやめて漫才にしたってエピソードが象徴してて大好きそうなんだ <laughs> いやでもなんか コントの方がワクワクはあるよね漫才はさもう本当に喋るりだけだからさあとすごい知らない話題だとどんどんついていけなくなっちゃうからコントはもう絵面で笑えたりするじゃん。だけど なんかあのラブレターズの2本目の,あの,そのなんだっけサッカーのチームが分かんないってだけで漫才だとそこがずっと引っかかって話が入ってこないみたいなだけどもうほかでもその絵面で展開されてるからコントはなんか分かんなくてももうまあまあ楽しめる笑えるみたいなそうなるんだよね ジビル覚えてね覚えるねコント始まった時にセットや格好でどうなるんだろうだって急にさチンパンジー出てきた時もどうしようってなるからねでもなんか1年前2年前かのキングオブコントのネタとかぶってたんだよねチンパンジーがねだからなんかあんまり震わなかったのかなと思っちゃって何回も出てるとそういうことになるんだって思って。 思ったよ、ね、うんでも何回も出れるってことがまずすごいからなだって何組の中から選ばれて,てすごくない オーバークックってゲーム知ってます知ってるよ。<laughs> 入ってるよ。スイッチに。でもなんかオーバークックできる友達がいなくて入れてるだけみたいな <laughs>。幽霊カセットみたいになってる <laughs>。どっちか忘れたけどせんくい。やっば 1,000組からのすごいな <laughs> マミーが落ちたかってなった実績 <laughs> そうね確かに今年なんかでもダークホースみたいないやカカオもそうだしシティホテルさんもそうだしなんか結構なんかなんで ニューフェイスがいたよね <laughs> でもさ終わった後にさ大好きなコントができたので満足ですって言ってる人がさ本当に多くてさ なんかすげーってなる <laughs> やっぱ好きだからこんなに楽しそうに人のこと笑わせれるんだろうなっていやかっこいいよ m ワ1の時もさシュッってさあの <laughs> マイク直すじゃんだいたいツッコミの人とかが。 <laughs> 慎重に合わせてあれフェチなんだよね <laughs> あ直してるってキュンキュンする <laughs> センターマイク前のセンターマイクのネタやってる人いたよね確か月原で。 漫才もいいよね m ワ1も楽しみだね m ワ1は見てねみんな <laughs> m ワ1はさすがに見るかキングオブコント見ないのなんでなのマジで本当に不思議 <laughs> ストレッチーズがセンターマイクでこの前ストレッチーズだっけライオンロックさんでしたよライオンロックだった気がするあれ忘れちゃったごめんね <laughs> 忘れちゃったけど <laughs> ここ最近お笑い見すぎてて すごいなでもえだからさ私あれだよ <laughs> このネタ生で見れたんだって思って結構興奮してたのにシティホテル3号室さん <laughs> 第ックはその後で自分 <laughs> なんかいじってたんだっけもう覚えてないでもすごいよね <laughs> 目の前で見たんだよだから私あのセット出てきた時に「見たやつだ!」と思って結構ウキウキした。 で芸人さんが決勝行くと緊張しないで「あなたたちは普通にやれば大丈夫」ってやめちゃう <laughs> 親やん <laughs> 大丈夫おもろいから自信持ってってね <laughs> いやあのさ全部おもろくてさっていうかなんか年々レベルがどんどん高くなっててだからもうなんかバランスよくなりすぎててだから こういうネタ欲しいなとかこういうの見たいなみたいなものがもうすべて用意されてる状態でなんかこうキングオブコントとかやってるの見れるからさなんか難しいよね審査とかもなんかジャンル別とかの野球ネタとかで一位決めるとか <laughs> ジャンル別であったらあれだけどなんかもうそれぞれがさ全然違うところでさ 全然違う良さをさを発揮してくるじゃんそれとそれを比べろって言われてもさ審査員もむずいと思うんだよねだってこれもこれもおもろいもんってなっちゃうこれは多分こういう人たちが好きだろうしみたいなこの年代の人たちはこういうネタが好きだろうしみたいなそれぞれターゲットも違うじゃないですか 万人受けするネタでやっぱ爆笑の大爆発みたいな人よりも結構なんか絶対でバランス取ってる感じがしてだからレベル高すぎてもうなんか本当におもろい番組としておもろいキングオブコントが <laughs>。うん。 まんべんなく面白いいやーわかるわかるその感じね <laughs> そうなんか比べられない何か点数に差がつけられない差がつけてないからだみたいな叩かれてたけど差つけれないよ 全部おももろいんだもんだ自分基準でさそんなのおもろいの決めてくれなんてさ <coughs> むずいよ <laughs> 野球ネタの得点同じで野球知ってますか <laughs> 小峠さんがキレてたじゃん「新鮮をなめるな」って言って「<laughs> 知ってるよ新鮮をなめるな」って言ってたじゃんほんと好き小峠さん <laughs> マジ優しいよね <laughs> だってさでもそう考えたらしも小峠さんもくれたんだよ結婚式の VTR で「おめでとうございます」みたいなやつやばくない <laughs> 千鳥も。 青春高校に出てた先生たち全員からもらってるから、え、そう考えたらちょっと本当にやばいんだけど、すごい世界だ。<laughs> そうなの鉄腕だと思ってなんでだろうなんでだろうでエ f ワン出たの東京やばいね <laughs> <laughs> この部屋で言うことじゃないけど芸人さん好きすぎてズリーなって思っちゃった <laughs> <laughs> いやすごいよね本当に今考えたら考えられないぐらいの人たちと普通に MC やってたのマジですごい考えられないもう今同じことしろって言うと絶対無理小峠さんマジ優しいからねしも本当に優しい「飯塚さんだ」って言ってくるいつも <laughs>。 私って言ったら「飯塚さんだ!」って絶対言ってくれるんだけどめっちゃ優しいしなんかメイプルのカズさんもナツさんもどっちもすごい優しかったし花子も好きだよ。 みんな優しくていい人だったヤハギさんも <laughs> 私ヤハギさんと何回かなんか普通に街ですれ違ってるんだよね <laughs> あれ今のヤハギさんじゃないみたいなことが二回ぐらいあった気がする 私さでもほんとさこれって不思議なことでもしかしたらなんか実際に会ったことがあるから気づきやすいのかもしれないけどそのアイドルになってからの方がなんか偶然街で芸能人と出会うみたいなすごいあるんだよねだって普通に峯岸さんとも普通に街ですれ違うえっ 根岸さんだってなっててなさんも気づいてくれて「ああ」みたいな。とかあとこの間もなんか信号待ちしてたら「私のこの前にいる人絶対みゆンさんだよな」みたいな。<laughs> でもあのすごい変装してらっしゃったから。 なんか今声かけない方がいいかなと思って声かけなかったんだけど私あれ100億ミーヨンさんだった気がするんだよね。とかね。<laughs> うんこれ絶対ミーヨンさんだってなったけどなんか話しかけようにもその後どうしようみたいなこととか人見知りとかまあそなんていうの 大きい声で話しかけちゃったら迷惑かなとか誰かが聞いてて「え見みーよう」みたいになったらすごい大変だなとか思っていろいろ考えて書けなかったんだけどてか自分も嫌だし <laughs> プライベートでさなんか違う知り合いのアイドルとかから「えリカちゃん」みたいなの言われるのすごい苦手なので嫌かなと思って。 <laughs> やめといたんだけど私の真ん前にいたの絶対ミーおンさんなの <laughs> でもね声かけるのやめた可愛かった普通に芸能人だけがまたオーラみたいなのありませんか いや、そう、芸能人の人たちあるんだろうけど、私はないよ。<laughs> 私、オーラ消せる天才だから。15期さんって、リカビの先輩な、大先輩よ。いちごちゃんず色鉛筆からね、私の後輩かな。16期から。その15期と16期の間に入ってますね、私。NGT は。 そうだね HKT は5期生からかなが後輩から後輩かな NMB も5期生からがかも STU はもう完全に NGT の後にできたので。 そうでも別にそんなボーダーないんだけどね私すごい後輩でも敬語でしゃべるもん「<laughs> えっめっちゃ後輩なんで全然食べでいいですよ」とか言われるんだけど「あい、えー、すいません」とか言って。<laughs> ドラフトできてい子何が何か分からないめっちゃ分かるその気持ちドラフトってむずいよなでも私基準私で考えたらドラニがゆかちゃんたちだからちょうど同期ぐらいででもちょい先輩になるのかなドラニーの人たちが。うん でもね、私もねなんかわかんないよ誰が誰かなんかい大人数集まるさなんか陸ワとかもさいろいろあったけどさなんか「あーみたいなの言われても「<laughs> 誰だろ?」って思いながら「ああ」って言って <laughs> 返してた<笑><笑>、えー「えっリカちゃんだ」みたいな「この間もいいだね」みたいない「どこで会ったっけこの人何の人まずどこのグループの何の人 <laughs> <laughs> っていうドラニが先輩かそれドラニがちょい先輩ほぼ同期ぐらいドラニが荻ゆかマリナだからそうだからそのラインを基準に考えたらめっちゃわかりやすいでしょ。 ドラさんはど後輩な <laughs> んなら私ドラフト会議出てるしでも出てるけど 選ぶのはファンの人みたいな感じだった気がする結局いるだけみたいななんか見守り係みたいな <laughs> 感じだった気がする すごいあざになってる昨日注射したところ内出血してる痛い注射痛いから嫌いなんだよねえすごい気まずかったよだからあのさ <laughs> ママジジでリカさ人の顔をマジ覚えられない本当に覚えられなくてさでもさメンバーさん同士ってさ私のこと知ってるでしょみたいな感じで話しかけてくるじゃんなんかあれがどうも私苦手で <laughs> 知らんよって思いながら <laughs>「リカちゃん!」みたいな「えー、写真だな」みたいな初対面ですよねみたいな顔してるのに私は。 誰が誰だか分かって。ないなんて書いてあるの、これ、ウィ、ウィニー、ウィニザ、プー。え、なにこれ。下ネタ。陶 <laughs> 器のような、お綺麗な白肌にあざですか、お大事に。いやいや、全然そんなことないんだけど、すごいあざに。すごいあざになってる。 クマのプーさんプーさんさほどですね <laughs> ハニハンは好きだよハニハンは好きだけどプーさん単体でいい黄色いクマだしなみたいな同じクマならダフィフレが好きかなって <laughs> まあプーさんだよ 蜂蜜食べたいなでしょだ熊野プーさんあんまりあんまりだななんかあの朗らかなタッチが私すごくなんだろう苦手というかすっごい死後で言うと森があるみたいな人が好きそうじゃんプーさんって。<laughs> わ <laughs> かる黄色いし嫌いではないよ全くだけど特別好きかどうかって言ったら別にさほどって感じ モリガ, <laughs> ガールって流行ったよね昔 <laughs> ねえモリガールって流行ったよね <laughs> なんか白ワンピに茶色ブーツみたいなでなんかスーパーフライみたいなさ髪の毛にバンドつけてみたいなそういうのトライクマ野ブーさん ええー、なんか、そうそうって感じ。まあまあ。<laughs> 嫌いではない。プーさんは。ねえ、流行ったよね。アンティーク系の、自然由来のアンティークみたいな <laughs>。なんか。 ニコアンドの走りでしょう昔流行ったんですよ <laughs> 革の腕輪だよねそうそうそうなんか。でよくわからんどこもあかん鍵みたいな長いネックレスつける <laughs> カリカギみたいな大きさのどこもあかん鍵をアンティークのなんかスウェードのなんかあそうそうガーゼをガーゼ着てるだけじゃんガーゼを重ね着すんだよねでひらひらのカーディガン着るクラシカルとアンティークの融合そう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  昔流行ったよね森ガール流行ったんだよ。でも別になんか山ガールとかみたいにこうなんか実際に登山するとかそういうことではなくて実際に森に佇むとかそういうわけじゃなくて森にいたらエモいよね みたいな雰囲気を醸し出す女の子と森が、<laughs> 森があるっつうんだよ。焦げちゃうそう,そうそうそう。<laughs> Have you watched ウォー,ー,ーリー好きだよ。ウォーリーはおもろいよね。宮崎はおいしそう。し <laughs> かし、言わない。アースミュージックアンダイコロジーね。 今思うとネーミングセンスないよねないでも森ガルは流行ったで,でもなんかその頃は二分化されていてなんかうわーでも三系統ぐらい流行ってたかなキャリーパミパミみたいな青文字原宿系のなんかポップでキュートなみたいな感じかなんか そそれこそ森があるみたいななんか今で言う無印女みたいな <laughs> 無印女ひどい版みたいなもうちょっと世界観誇張しましたみたいななんかそうそうなんか重めの懐中時計とかカバンから出てきそうなみたいなねそういうのがはやってたのとあと何が流行ってたかな あでもなんか青文字系でも2つに分かれてなんかロリータとちょっとなんていうのアメカジっぽいラグランティーとか着るような,なんかほんとストリート系みたいなん流行ってたし <laughs> ねっ。 なんだっけあの黄色と青のブランドい <laughs> ケや間違いない <laughs> でも違うんだよね黄色と青のなんかでかでかと文字を書くようなうわ思い出せないなんだっけな心ココルる ココルル,ですココルル流行ってたカバンから謎の紐出てるよね森ガールのか <laughs> いや森ガールのカバンはなんか肩掛けのカっちゃって締めるなんか学生カバンアンティークバージョンみたいなの。 声でけ <laughs> ココルルとか言ってる <laughs> 急に声張る「試合ねみに?」出てくっからココルルであと何が流行ってたかな平成を彩ったあの頃の流行り <laughs> そんな感じかなでもリズリサ系も流行ってたよねリズリサアンク系 なんかもうほんとふん私はそこだったんですよ。なんかロリータ寄りのなんかフレンチロリータみたいなフレンチガーリーみたいなずっとその辺にいる私ってこのグッズを見てもらったら分かる通り <laughs> やっぱフリルとかレースとか女の子っぽいね <laughs> のが好き。 姫系あとなんだかよう分からんがレースのカーディガンがいっぱい打っておったのなんか <laughs> 何これみたいな網戸みたいな <laughs> うんレースのカーディガン ししかも袖なしどういうことみたいな。何を守れるんこれで寒さからも何も守れんけどみたいな。寒いの暑いののやつで、ね、そうそう。どっちいつ羽織るんこれどの時期来てる意味あるんかそう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 。とか。まあもうちょっとギャルになれば。 なんかみんなね尻尾つけてたし狩りにでも行ってきたんかっていうそう何かしらの動物の尻尾みたいなデカ目のやつつけてた難しいな のでかいのぶら下げねわかる初見です、ね、オースティンってたまにとんでもない嘘つくよねあれなんでつけてるんですかいや意味はないオシャレなんだよでもあれの走りってアムラーなのかななんかみたいな感じやった気がするが再び流行った かなぐらいで終わったみたいなしっぽ懐かしいな夏いよねストラップって文化ありましたよねあガラケーにさガラケーより重いストラップいっぱいつけててなんか匂いつきのクマとかいちごの匂いするなんかキラキラのクマとかつけてたな <laughs> 何なんこれみたいな。 あゆかそうだ浜崎あゆみさんかもしれない最近また尻尾売ってるね Y2K だからじゃないの Y2K 売りなんじゃないの ガララケーにありえん量のストラップつけてる人 <laughs> そう私ね最近の女はみんなへそ出してねなんであれへそ出すの私さすごいなんかいやなんかちょっとならいいんだけどさなんかそんなに見せるほどのへそでもないよみたいな人がさへそ出してるのとかちょっと結構見苦しいんだけどあれがいいの マイカのイイメージマイカって誰山本マイカさん結婚しましたねおめでとうございますもはや服着てないなんかさいやなんかたまにさ電車とか乗って背中が紐だけみたいなボンレスハムみたいになってる人とかいるじゃんええそれ何,何をどうやって服の意味あるそれみたいな水着より紐だけどみたいななんか してる人とかいて、ああいうのとかって。捕まらないのかな <laughs>。ギリ大丈夫なのか。半分。なんでお前がって言わないの、言わないだけど、持ってるよ <laughs>。 言わないだけで思ってるけど「おわ」ってなっちゃう <laughs> あとひどい時は「おわ」って口に出てる <laughs>「どうなってんだろあれ」って田舎者もう少しなね <laughs>「おわ」って言っちゃう「なんじゃりゃ」って <laughs> <laughs> どうやって着るあれ <laughs> そうなんかお布団とかかけてあげたくなるよねなんか服着てねって。<laughs> ね、でもさすごい思うのめっちゃスタイルいいとしてもうさ自慢そうしたいみたいな気持ちがあるのかもしれないけどさなんかなんだろうな,なんか私は多分水着とかをさその紙面で着たりするじゃないですか仕事だから。 だかからなんか見せることによってななんかなんて言うんだろうなそれが仕事になってお金を頂い,いてるって言われがあるからなんかその露出することにあまりよしとしない脳が働いちゃうんですよね。 元アイドルのなのかもしれれなないけれどなんかわかんない露出しようと思わないというかだしなんかまあいいよ好きなファッション楽しんだらいいと思うよ何でもだけどじゃ例えばで私が好きな人とさこう歩いてる時にさすっごい も目の前から死者誤入したらおっぱいやみたいな人がさ歩いてきたとしてさすっごいさ露出してたらさ嫌な気持ちにならない <laughs> 好きなな人絶対見るじゃんみたいなっていうのもあるしなんか。 この私の露出理論別に多様性だから好きにしてって本当思うよだけどさなんだか嫌じゃない <laughs> すごいなんかうん下品に見えちゃう。 時があるだからその上品に肌見せぐらいだったらいいけどなんかそんなにみたいなぐらい見せてる人たまにいるじゃん <laughs> ねだからそういうのがいや,いやじゃあ逆の立場になって考えてみてよすごい好きな女の子と歩いてる時にさ 前からね。ちんちんぶら下げてる人が <laughs>、丸出しで歩いてきたら嫌じゃない <laughs> いや、すごい。いや、男の人って何も感じないのかな。<laughs> 私は嫌なんだよね <laughs>。それはもう <laughs>。いや、あんま見ないでってならない 好きな人に対して。嫌だなってならない。自覚を持ってください, <laughs> い。よか、男の人って。なんとも思わないのか。もう嫌とかじゃないやろ、それ <laughs>。<laughs> え。どうす、だって、や、え、どう、嫌じゃない。他にいいから。<laughs> チンチン丸出しで来られたら嫌じゃない <laughs> しかもさ、すーごく大きかったらとっても嫌じゃない <laughs> それいいの別に彼女がガン見してても。好き嫌いの範疇 <laughs>。 今日もかでも男の人ってやってること,とそれ一緒ですからね女の人おっぱいを見て大きいねって同じことでしょ彼女がさちんちん丸出しの人が前から歩いてきてなんか大きいねって言ってたら嫌じゃない <laughs> 嫌じゃないのねっていう気持ちなんだよ まあでも全部見る子丸出しは多分ない普通に捕まるし変質者だからあれだけど女の子丸出しはないじゃん。なだからはみちんぐらいの <laughs> はみ出るほど大きなって言ったりとかなんかそういうのがさ前から歩いてきて嫌じゃない 結構嫌ですね嫌でしょ今日リガタン止まってくれない <laughs> はみ出たらアウトだよ <laughs> えー、じゃあなんてすっごくもっこりってこと <laughs> ちっちゃいツーいっぱいつけちゃったトッピングしとくねちっちゃいツー いやじゃない提案なんですが例え筋肉とかででくないですか <laughs> え、じゃあさえ筋肉あ筋肉だったら嫌なのかムキムキの人がいて「あの人ムキムキだね」って言ってたら彼女がさちょっとはやきもち焼くでしょ。 いやじゃないんだ別に男の人って何にも気にしないんだねちなみに女の子は嫌だよね前からおっぱいバインバイン揺らしながら歩いてこられた見てんじゃねえよって つ曰くけどな <laughs> 他の女見てる時点であとですねいやそうなんだよね叶 <laughs> 姉妹とかなの <laughs> いやー うん、いいんじゃないかな <laughs> うん <laughs> バインバインはやだよいや女の子の個性とかじゃないからなんかそれを なんか認める認めない以前に自分のことを好きでもしくはその気になってて付き合ってる付き合いそうみたいな男がそっちに目を取られることがキモいでしょっていう話でだってさまあそう性的な目で見てるわけじゃないですか。 それがキモいっていう丸出しだったら嫌だよわかるわかる <laughs> とにかく止まってほしくて <laughs> とにかく私が暴走するのを止めたくてわ <laughs> かるわかるとか言って <laughs> おもろ。 うん、でも嫌だなでもまあ別にすっごいもっこりの人が前から来たとって私何とも思わないけどね <laughs> 1ミリたりともなんかそれに対してなんかその何とも思わないよね通報 通報する度合いにもよるけどね。 他に目をやる余裕があるってところよねあ、そうね、それも嫌だね、確かにそう、確かにそうかも、なんか確かにそうかも横にこんなに可愛いリカイマがいるのになんで他の子見るのプンプンってなっちゃうから <laughs> なんで 父かおい父だな父なんだろうえって <laughs> そんなにでけえ父がええんかいおいって <laughs> なるから <laughs> それは結構嫌だかもね。 対処法だ,よ、ね、だからもうさ前からそういう人が歩いてきたら見る間もなく見る間もないぐらいのスピード感であっという間にうずめる。<laughs> ほーらここにあるよ <laughs> ほーら <laughs> お手元にもありますよこちら <laughs> <って笑>それがいいんじゃない <laughs> 後頭部わしづかみにしてさ <laughs>、うずめる。<laughs> それでいいんじゃない <laughs> それはハッピーな解決方法じゃないだって男の人は幸せだし、うん。 そう誰だ沈めるほど胸ないだろうって思ってるやつ明日日の目を見ることはないと思え <laughs> その場合海に沈めることになるからな。 沈むように溶けてゆくようにつて <laughs> 爆走してると聞いて駆けつけ <laughs> 暴走か暴走してないよ大丈夫。元気。 あの元気じゃダメなのか <laughs> いやなんかさでも見ちゃうんだろうな男の人ってさあ見ちゃうんだよねどうせ。 いやでもそれがいい解決方法だ。ほーら、ここにあるよーって。<laughs> はい、お手元の資料ならぬ、お手元の父をご覧ください。<laughs> ほーら、<laughs> 東大元暮らしでしたねーって。<laughs> どうくあ 恋幸せじゃないお互いに <laughs> ほらあなたにとってだよね <laughs> それがいいよそれが一番平和に解決できるでもやだなやっぱり露出してる服着てる人なんか最近さ太ももを紐で編み上げるみたいなパンツあるじゃん なんか長いのになんか長いズボンなのにこうなんか途中が紐になってるみたいなその布,布が制作過程において足りなかったのかしらみたいなあそうそう編み上げの地肌見せみたいなあれもさなんか。 もうケツ見えとるやんみたいな人たまにいるじゃんどういう気持ちいい <laughs> 片ケツ見えてはるがなっていうえどういう気持ちなのなんか うん、目のやり場にちょっと下品というかなんかさ汚い <laughs> お目汚しああいうの着てる人とは仲良くなれないねっていう感じいや適度にならいいんだよ全然鼻見せとかも私適度になら可愛いいと思うよへそとかもさチラ見せぐらいだったら。 けどさなんかもうお前それブラジャーやないかみたいな着てる人とかいるじゃん。<laughs> なんか <laughs> そういうのをさなんか街中で堂々と着られるまあ自分でスタイルいいって思ってるのかななのか知らないけどなんか。 すごくそんな安売りしていいのかお前はって思ってしまうかもしれないよ。 以下はなんかあんまり露出する服好きじゃないからなんかちら見せ程度なら全然それなんかオフショルとかねぐらいだったらさまだわかるけどなんかうんんか汚らしいのはやりたくない。 シンプルに男気は悪そうだっけどえどうなんだろうねでもえでもいい,いいんじゃないの男からしたらそういうのが。でもすごく尻がるそうに見えるくないというかなんか簡単に落とせそうみたいなさ基準になっちゃわない 安,い安く見られるというかそれが嫌かもしれない私は <laughs> それが一番そうなんかそれが嫌で。 嫌です <laughs> 少なくとも同性からはそう見えてるそうし多分なんか本当にセンスのいい男の人ってそういう女の子のは選ばないと思うんなんかモテない <laughs> 童貞おじさんみたいな人たちは好きそうだけど <laughs> そういうのがいいんだよねーみたいな <laughs> だって他で見れないから街中で見たいんでしょ <laughs> 本当にセンスのいいちゃんとした紳士みたいな優しい人たちは多分そういうの好きじゃないと思うしそういうの好きな人ってあんまりなんか まあそういう感じなんだろうなって思 <laughs> っちゃうかも <laughs> だってなんか自分の彼女が着てたら嫌だなの観点で考えられないところがもう終わりって感じ <laughs> 自分の彼女にも同じような服着てほしいってことキモいかもそれ だって彼女いないからそういたことないからかわいちょーに <laughs> かわいそうかもすでに該当者がお見えになられているからやめたい <laughs> まあ、四人ほどいるねえそう、なんかだから やっぱりフリフリの洋服とかがいいな最高にあおっての好き布はあるればあるだけ可愛いよなうんそうだよそうだよ布なんて足せば足すだけ可愛いんだから っていうか,なんかお洋服好きな人はあんまり露出したいいんじゃないかな,なんか海外ファッションとかさほんとなんかあっちにかぶれてる人とかは露出したりするだろうけど日本では TPO わきまえってそういうことしないとかってかわきまえられる人が服好きって。 言ってる印象だけどなえいで楽しい <laughs>、うん、気持ちを3人ほど排除した <laughs> 奥ゆかしさだよねうん まあ私は半分さそのさっきも言った通り水着とかでさお仕事で水着になるとかの時の方が多いからさなんかそういう意識なのかもしれないけれど見せる時は見せるだからって別にグラビアは嫌いじゃないからなんかグラビアって見せる場所じゃんだから別にいいけど。<laughs> そういう気持ちになってしまう。これ叩かれるかな。<laughs> あんま、でも可愛くないんだもんだって、あのボンレスハムみたいな紐で編み上げるやつ。可 <laughs> 愛い,い。<laughs> ねえ。ボンレスハムに見えない。<laughs> ねえ。 なんかそう細身の子が来てても貧相に見えるし太った子が来てたら本当にハムになっちゃうしみたいなどっちにしろみたいなところあるの <laughs> そういうい海外ファッション海外でやれーって思っちゃうかもハムに憧れてるのかも確かにね <laughs> あの服にちょうどいい体型って難しいいやでも我々のみたいな女の子たちが なんか分かられない世界もあるかもしれないもしかしたら「えー、何歳までフリフリきてんの?」とかさそういうの言われてそうじゃんそういうなんか露出界隈からは何歳になっても可愛いよフリフリもレースもリボンもピンクもマイカしか似合わないのにね マイクかわいいよなぁ。かいいやでも私たちはやっぱ女の子を全力で楽しむがモットーですから <laughs> なんかやっぱね楽しみ方が違う人たちと分かり合えない。<laughs> 何歳でも気が極,極めていこうなそうだって理科姫はまだ十七歳 <laughs> 誰かウィキ停水してくんないかなさすがに十年サバ読むのはきつい 外は永遠の17歳 <laughs> 永遠のセブンティーンそうだよセーブンティーンだよ ああ気持ち悪かったねみんな大丈夫だよブロックしたから <laughs> そうこうやって排除されていくのです肝おじは。 いやあれはなんか極端にコメントがキモくて他の人に不快感を与えるプラス、えー、上目せコメントが気持ち悪かったからちょっとブロックしましたこうしなきゃダメだよとか こうしなきゃこうだと思わなきゃ自分の物差しを押し付けてくる人私人間的に合わないので <laughs> なのでちょっと <laughs> そういう人はブロックさせていただいております指示込めがキモいよね 何々してくださいとかもそうだけどへこへこしながらコメントしてますいつも <laughs> いやだそれもなんか気使われてそうで <laughs> お手本のような方だった私本当に合わないああいう人と「決めー」ってなっちゃう <laughs> そして悪口が止まらなくなって最終的にはブロックしてるえなんかさキモいと思われたいのかな,な <laughs> 分析どうして なんだろう私いっつも不思議なんだよねなんか MBTI の話すごい嫌いな人いるだろうけどごめんね私 INTP だからさ気になるんだよね動機 <laughs> えなんか気持ち悪いと思われたいのかなそれをよしとしてるみたいな すごい姿勢だよねわかるなんかしかもさなんかグフフフみたいなさわざと書いてくるじゃん開き直ってるってこと童貞肝って言ったからそれが <laughs> 図星で刺さっちゃって開き直ろうと思ったのかなキモいな喜んでたのかもね。 なんかそれもキモいしなんか普通にマジでわかる何を意図としてやってなんかいや気になるなんでなんですかって聞いてみたいそんなんいるんか分からんいやなんかコメ欄が不快になるのはすごい嫌だから他に見てる人がね私だけだったら別にいいけど そういう声かけ以外にコミュニケーショントライできないのではあ知らないのか女の子と話す方法まず普通に人生つまんなそう <laughs> どこに行くのってなる <laughs> おもろいんだよねその時の2割。

<laughs> えでもあれはさすがにちょっとキモかったよねさすがに <laughs> ゴミしかいねえとなってます <laughs> 巻き添え食らいたくないね <laughs> えでも同じ気持ちなわけがないじゃん いや俺もそう思うよとかさ私に同意してくれたらいいのにさすんってさコメント消えるのやめてよ。<laughs> いらんこと言いそうだからってこと <laughs> 出番じゃないなタイミングだったまあね確かに。 キモかったなこういう時こそ団結だよ <laughs> いや男はね責任転嫁がねあの本当息をするように責任転嫁するので「<laughs> 俺れしいらね」ってなって逃げるまでが早いんだよね。 まあでも全然ブロックできたんでいいんですけど <coughs> 団結力見せていこうねほんとだよ聞こえてきそうって言ってなかった同盗塁になってたかも <laughs> そっち側だったそれちょっとキモいな ブロッック候補です <laughs> ピッチ方ですすピチ方したすい,ません <laughs> いや全然いいんだけどああいう人たちってたまにコメントに現れてとてつもなく不快なコメントだけ残して去っていくよね。 すで <laughs> にブロズミみでした。だから気づいてなかったのか <laughs>。そういうこともあるか。うん、こんばんは。荒らしていくのやめてほしい。ブロック。でも、え私じゃなくてみんながブロックしても。 見えないんだっけブロックされてもコメントできないだけなんでしたっけあそうそう見てる可能性はあるよ全然 <laughs> ただ私からはわ私はコメント私の配信ではコメント打てなくなる24時間だけ多分自分のとこで見えなくなるあえあえあそうなんだじゃあ私がブロックしてても見てる人たちは見れるってこと 私がブロックしたら一発なんだなるほどね泳がせ癖があるから <laughs> ごめんねもうちょっと遊べるかなと思って <laughs> もう一回遊べるだんあおりにあおってさそれでね なんて言うかなって思ったら案の定キモかったからちょっとブロックしちゃったあこれダメだ救いようなやつだった <laughs> これからは早めにブロックするね早めのパブロンするね 言って気づく人なら良かっったのにねね言っても気づかなかったからあダメだと思ってブロックした <laughs> 聞いてたらコメントできてないお前のことだぞなあ気持ちよ一生くんな <laughs> 次かかららは理由聞いてからにしようもうちょっと浮かせるこのガムまだ味するかもってトライする時もありますよね <laughs> いや噛むまでもないガムではなくゴミだウケてるって思っちゃったんだ寒寒共感性周知だわだとしたら。 理由聞くの <laughs>、ね、なんで今「グフフフ」ってコメントを打ったのそれさどうやって打ったのグフフフって打ってる時の気持ちは?「フ」はさ1回ずつ打ったのそれとも「フフフフ,フ」っていつもなんかそういう掲示板とかで書いてるからすぐ出てくるので、ね、どういうことどういう気持ちで書いたのそれって聞いてみようか <laughs>。どうして どうして童貞気文字だねって言われて開き直ってそっち側に行くの私からブロックされてるのされそうなの気づいてるよねえどうしてどういう気持ちでそのコメント打ったのって <laughs> なんで上から目線なのお前は何様なのって え本当に彼女行ったことないでしょうてか女の子と最後に喋ったのいつって <laughs> お母さんが最後かなお母さんが最後かなねえ <laughs> お母さん教えてくれなかったそういうの気持ち悪いからやめなさいって。 心理学のためにもね <laughs> 即死<仕>技<業>や <laughs> 実家暮らしだもんね最後に喋ったお母さんだよねきっとねって <laughs> えー、彼女いる強がんだって言ったことねえだろ <laughs> そんなに気持ち悪いこと書けるんだから性格も終わってるだろうし誰もお前のこと好きじゃないよ誰がお前のこと好きなん <laughs> お前のこと誰が好きなんは <laughs> <laughs> あーおもろい。<laughs> 本当に気持ち悪い「<laughs> 復帰オフやばい」<laughs> 毎回書いてくれるそれ <laughs> 念のためキャタピラで引くやつ <laughs> 念のためね「<laughs> 今日最高の夜だね <laughs>」とか言って <laughs>。 だよ、ね、今井七子はこう言うの <laughs> 共にあおり始めるからね <laughs> 好きなの隠したいんだ しんさんもこちら側だもんな <laughs> ししんさんは大丈夫であのね安全な人は私にまずブロックされないからあ,あ今日も 面白いおもちゃだったなだいぶ遊ばしてもらったやっぱそうなんですかね自覚を持って生きていきまん <laughs> 面白いおもちゃ <laughs> 大丈夫あのー、上から目線おじさんはねなんかねこれぐらいねこてんぱんにした方が来ないからもう。<laughs> っていうかねでもね自分で自覚してない時もあるんだよ普通の顔して次の配信にいる時もあるし。 不明予想では <laughs> 気づいてないパターンいや気づいてない方ことの方が多いよ俺のこと言ってるって分かってないんだよブロックされてるのにすごいよね どこから自信を得て上から来るのかね <laughs>。いやわかんない自分の年とかじゃないのわかんないけどせめて反省はしてくれ本当だよね配信荒らすだけ荒らしてね不快なコメント書き続けて。 でも全然多分気づいてない人の方がこういう人ってまた来るよね統計上そうなんだよねなんかこれ24時間経ったら私がブロックした人も復活できちゃうのねコメントにだから24時間以内にショールームやってたらいいんだけどなんかそうだから永久ブロック機能っていうのがあって私が別で この配信ってところを開いてなんかそのブロック一覧から永久ブロックにするともう二度とブロックできあじゃあコメントできなくなるから今したよ <laughs>。今 <laughs> 今した今無期限ブロックにした。 もう二度とコメントはできないただ見ることはできるんだよねうちの配信を見ることはできるからそれが厄介なんだよね風紀委員までやらせて申し訳ない <laughs> いや全然いいよ私は楽しいからやってるだけそう今したけどでもそうギフトも投げる だから大変だったんだよね。なんか、え、これ知ってるこの話。なんか、やばいやつがいて。<laughs> なんかね、私、毎月、なんかタワーくれる人に、サインとか動画とか送ったりしてたの。結構前から。で、なんか、さ、いつもくれるのに、お礼できてないからってことで、そういうのをやったのよ。で それをまあ毎月するようになってでなんかそれをなんか一回サインを書いたんだけどそれが保存できなかったとか言って一応ゃもんつけてきて事務所に直接ででなんか訴えるぞみたいな。 なんか俺は1枚のギフト投げたのになんかサインもらえなかった,みたいな訴えるぞみたいな感じでイチャモンつけてきて私はあの間違いなくあげたんだよねストーリーズに。で他の子が保存してくれてそれをその人の Twitter のアカウントに送ったりもしてたのめんどくさいことにならないように。なのにもうかかわらず。 そう、それでなんか、太田プロに対して、そうやって言ってきたから、なんか弁護士立てて、こっちも <laughs>。じゃあもうこ、今後一切二度とこういう対応はしませんっていう契約書を書かせて <laughs>、そう <laughs>、契約書を書かせて、で、一応サインを別で送ったんだよ。でもう二度とこういうことはしないでくださいみたいな。 やったのにまた投げてきて <laughs> でももう契約書があるから同じ手は使えないわけじゃんそのんか特別に自分だけサインもらうみたいなことでもらい方また分かんないとか言ってそうなんか和めいてたから出銀にしてやった全部 <laughs> ブラックリスト <laughs> 全できんですなんとその後大丈夫もう名簿にあったらすぐ弾くしなんか申し込んできても全部 NG にしてるので。 ギフト送り方分かるなら分かりそうな。なんかインスタやってないみたいな話だった気がする。私前までインスタでサイン書いてたんだよ。でもなんか、インスタやってないから無理ですみたいなことを言い始めて、<laughs> キモいじゃん、それも。じゃあやれよっていう。で、じゃあインスタやってないみたいだから送ってあげてって言って、他送ってくれたんだよ。わざわざその人のツイッターに。それを無視して、クレーム入れてきて。 キモいじゃん <laughs> っていう人がい,いたので <laughs> 気をつけましょうっていう何のアピールなの知らないよ <laughs> 私が聞きたいよ <laughs> 本来至れり尽くそうだよでももう その人とはもう二度とあれができない,いその人も二度と何も申し込んだりチャットも見れないしなんか私に対してアクション起こすことはもう無理ですねただショールームだけは見れるんだよね見ようと思えばコメントでみんな説明しそうそうそうコメントはみんなで説明してくれてそう優しかったみんなインスタなんてブラウザでも見る 本当だよな。<laughs> 怖かったよね、あれね。っていう変な人もいます。<laughs> そういうこともありましたよね。そう。でも理解を小省略でぜーんぶ言うからみーんな全部知ってる。 多分良くない <laughs> 全部言うこうやって会ったこと全部言う <laughs> 風通しいやんし <laughs> みんなしてだから理科が悪くないってことはみんな証明してくれるしなんかなんならみんなも協力してその人にじゃサインがちゃんと渡るようにってやってたからだから別に 誰も悪いことしてないその人だけが意味わからないわがまま言ってただけでそうそう柿くらいずる星柿<書き> <laughs> みんな星柿えそうそうでなんかねあったよねでさちょうど忙しい時でさそれもえなんかほんと めちゃくちゃダイエットしててもうストレスも超溜まってる時でなんかもうメンタルもブレブレでなんでこんなうんくさいことしなきゃいけないのってブチ切れてた時の時だよね多分 <laughs> それも全部みんな見てるし「リ <laughs> カちゃんかわいそう大丈夫リカちゃん悪くないよ」<laughs> ってみんなやってくる <laughs> 機嫌取るのに精一杯 お <laughs> もろかったそういう匂いがしたら私はもう即風呂なのでさっきの人たちとかねもうそんな感じだったから予防ですこれは <laughs> 自己防衛妥当だよねでもね 海中駆除室だけだもんねそうそうそうそんなこともありましたし <laughs> 何の話なのほんとになんか1時間前くらいまですごいもっこりの人の話とかしてたのに <laughs> すんごいもっこりの話とかしてた、ね、すんごいもっあそう詳しくは2割に聞いて <laughs> 最近 <laughs> 最近来た人は詳しくは2割に聞いてキングブコントの話とか <laughs> そうだね 一昨日ぐらいいかなはい、えそんなこんなでえー、っと戻 <laughs> さんといてそれではランキングを読みますねどんなこんなで7位がチッチさん6位が本吉さん5位がめぐねえさん4位が茶太郎さん3位がほっかさん2位がビスコさん1位が100分の70ってリモキでおお、すごいもう70まで来た すごい3割すごいねえ死ぬスムーズなエンディング <laughs> そんなこともないのありがとうということでね終わりたいと思いますあのー、あれだ 私さ、今、ちょっと、諸事情で、インスタが、あのー、おかしくなってる。なんだかわかんないけど、なんかね、ストーリーズが、載せても載らない、みたいな、肝バグ起きてて、で、だから、なんか、インスタだけちょっと、 あのインストールし直したりとかアップデしたりとかするからしばらく投稿できないかもでもしかしたらドゥ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 ドドドドって急にストーリー一緒のやつ来たりするかもしんないからなんか変ななってるよって教えてほしいかもなんかね 上げても乗ららないから何回も同じやつあげたりとかし,てしちゃったんだよでだからなんかそれでえりかちゃん同じのあげてるかもってなったら教えてほしいんだよねっていうのを言おうとしてて忘れてたいいなんかそう同じの上がってたら 教えてであとなんかうんなんか今日のお昼あげてさそれのやつさストーリーで載せてでその後質問箱しようと思って質問箱載せたらなんか投稿中ってなるのに投稿されなくってキモってなって <laughs> 何回か同じようなストーリーあげちゃったからそれが。 あとでずずずずってきても怖いからそれだけお願いしますっていう感じですはいおわりまーすバイプリーじゃん気持ち悪いマリトッとそれバイプリー <laughs>